無理無理思ってるけど、みんなはどうなんやろ、気になるじゃないですか。ということで、この募集をかけた結果、皆さんの無理を紹介してみたいと思います。頑張らんでええよ、適当でええよ。まず私の無理はね、もう10人育ててきてるんで無理はいっぱいあるんですけどね、もうほんま無理やってって思ったこと山のようにあるんですけど、中でも思い出すのがね、当時ね保育園にね4人行かしとったんですよ。ほんで大阪のね冬の雪が降るように寒かった日にね、冬やから日が暮れるのが早いじゃないですか、もう6時とかでもう真っ暗やんね。でも仕事終わって、当時自転車で送り迎えを保育園までしてたんですけど、自転車でものの10分ぐらいなんですよ、近いんだけど、バーって行って、ほんでもう保育園着いたらもう真っ暗なわけよ。ほんで6時になって、もうねまずね1歳児がお腹空いとったんですよね、もうね、ほんで機嫌が悪いと。で0歳児はおんぶ紐でおんぶして、ほんで2歳児がなんか知らんけど歩かない嫌だって言って泣いとったんですよね。ほんで3歳児が自転車乗らないとかなんか言い出して、もう全員なんかもううわーみたいになってでまあね、泣いてても無理やり自転車乗っけて帰ったらっていう話だけど、自転車乗せようと思ったら子供ってあれ何なんでしょうね、ピーンってこうやってブーってやって、もう乗ってくれないんですよ自転車に。あ、違う、そう、2歳児が乗ってくれなかった自転車に。で3歳児は一緒にねこう歩きながら帰るっていうのをやってたんだけど、2歳児がもうギャーンってなってもう乗ってくれないわけですよ。で1歳児は2歳児を自転車の後ろに乗せて、で前の子供の乗せに1歳児を乗せて、で赤ちゃんをおんぶして3歳児歩かしとったよね。そう、ほんで1歳児は、まあ、前乗ってくれたんやけど、お腹空きすぎてもう泣きわめいてこれのけぞって、もう落ちそうなんてめっちゃ危ない状態で、で2歳児は乗らないって言って足ピーンでしょ。で3歳児は歩けないって泣いてる座り込んで、帰られへんこれってなって、で途中まで頑張って行ったんですけど、公園を通っていくんだけど、その公園のところでも動かなくなって、ほな家ないし民家ないし公園やからあんまり街灯とかもなくて真っ暗なところでほんまに動かれへんようになって、冬のさっぷりもう手かじかむような状態にね、ほんでも本当に動けなくなって、もうどうしようってなって、でも一生懸命手を返しな、かわいいもう機嫌取ってやんねんけど、もう歩かへんし乗ってくれへんしで、もう半泣きになってきて、家がめっちゃ遠く感じる。マシュマロで肌と心に優しさを。ほんでもうしょうがなく電話してね、家にいた当時小学生の上の子たちに、ごめんちょっとパンかお菓子かなんか持ってどこどこ公園のどこにいるから迎えに来てみたいな分かったって言うてね、上の小学生たちがねお菓子とかね飲み物とか持ってねそこまで来てくれてね、でちょっと1歳児食べさせて、2歳児もお菓子食べさせて機嫌取って、ほんで小学生が2歳と3歳を抱っこしてくれて横歩いてくれて、で私は1歳を自転車に乗せて0歳をおんぶして自転車を押しながらほんまに半泣きなりながら家に帰って、所要時間は本当やったら10分で着くところが1時間半かかるっていうね、もうあの時だけはマジで無理って思ったね、はあ、もうほんまに無理やと思いました、壮絶でしたっていうようなね、まあことがあったんですけども、他にもいっぱいあるけどね、病気とかねいろいろあるんですけどね。さあ世の中のママさんはどんな時にもう無理ってなったのかという、この募集をかけてたくさんのそういうエピソードをもらったので、ちょっとね紹介したいと思います。面白いですよ。まだ子供は一人だし1歳だからもう無理と思ったことはまだないのかな。いやでも夜中に1時間おきに起こされて授乳してた時は病んでたかも。授乳した後はラッコ抱きで座ったまま寝てて、もう日々のリズムってすごいよね、どんなに眠たくても昼間も寝れない、これがもうめっちゃきつかった、うん、わかる、そうだよね。はい、次ね、息子が1歳半ぐらいの時に保育園から帰ってきたら理由もわからずギャン泣きするのが続いて、帰ってくるのが19時頃だからご飯の準備もしたいけど、放置したら部屋の中をブレイクダンスするかのようにゴロンゴロンと暴れて、最終的には泣きすぎてうえーって吐くし、かといって抱っこしようとしてものけぞるわ、顔を引っかかれて血が出るわで、その頃が一番大変だった。同じ頃に息子の検診があったんだけど、検診中も同じぐらいの暴れようでギャン泣きしてて、保育園から帰ってきた時もいつもこうなるんですって保育士さんに話したら、お母さんそれは大変でしょって言われて、辛さを理解してもらえたのが嬉しくて泣いてしまったあるある、わかるね。はい、次、長男が0歳から7歳ぐらいまで、長いな7年がほんまに地獄やった。旦那は仕事以外本当に何もしない男やった。育児も家事もノータッチ。
何かと言えれば、俺は仕事してきとってんねんぞ、こんなやつがちょっと母子同伴の療育を送迎しただけで、お父さん優しいですね、ご主人も協力的ですねって言われててムカつく家で何もしないやつがなんで外でこんな褒められる、こんなにボロボロになってる私のことは誰も褒めてくれない、認めてくれないのに。そうだよね、うん、この精神状態の時にストレスからめまいの発作を繰り返してたんだけど、そうすると旦那からお前はすぐ病気する、不機嫌そうな視線言葉を向けられると。辛くてしんどかった、頼りたかった時期に実母にも相談したら、でもそんな男を選んだのはあんたなんだから、あんただけじゃない、みんなそうやって世の中のお母さんは頑張ってるけん頑張らなんたいと言われ、体調不良で無理ってなって、長男連れて実家に帰れば、人の誕生日に実家に帰ってきて散々な誕生日なんだけどとキレられ、あ大変これ。熊本地震の時は自分は祖母を連れて自分の兄の家に避難して、ご飯もお風呂もしてもらってるのに、うちもお風呂入れんかったり、旦那いなくて長男と余震の中自宅にいて怖くて母に電話したら、こっちはおばあちゃんも連れて泊まらせてもらっとるけん、あんたたちが風呂入ったり少しここにいさせてもらいたいなら自分でおばあちゃんに電話かけて頼みなってめっちゃ冷たく言われたり、ある時母に対してこいつじゃ相談相手にならんと思って市の相談センターに電話をかけたら、バカにしたような態度で批判的なことを言われたことがあったから、これもダメやと思って、あまりにも心身不調が出てたから、じゃあもう心療内科受診してみようと思って行ってみたら、そこでも選んだのはあなただからとにかく眠れなさいと言われて眠剤処方、保育園の先生からはお母さんトイレトレーニングちゃんと家でもやってる？全然おむつ外れないんだけど的なことも言われたし、マジで誰も味方になってくれない、私が悪いんか、じゃあこれ以上どうすればいいの、長男に向けられる笑顔すらも苦痛だった、もう無理、しんどすぎる、辛すぎるっていう時期があった。こんな状態でさ、私よく生きてたなと思わない、耐え抜いてきたなと思わない、本当に私偉いって思う、もう無理を超えた先には必ず幸せがある、ね、めっちゃ長い文章で、ね、送ってくるんです。これ大変だっただろうね。はい、次ね、この方は、私は結構今がしんどいかも、1歳1ヶ月の娘がおっぱいへの執着がひどくて1日10回以上飲ませてる、夜中も4回ぐらいある、そして木曜日にインプラントの手術をして顔が腫れて痛くて眠れない、ダブルパンチ、夜中の授乳をなくすために寝る前のミルクを飲ませたらいいのかな、もう誰か教えてね。これさっきの人に比べたら大した話じゃないように聞こえたりするかもしれんけど、この夜中に4回起きて授乳っていうのは地獄よ、これやってみ、ほんまに昼間のメンタルもうなんか正常にいろいろ考えられへんくなるからね、これしんどいやろうなと思いますね。はい、次の方、この方もまさに今、はい、5日前から子供の風邪をもらったのがきっかけで自分の声がほとんど出なくなった、子供たちも交代で熱を出しながら感知せず、かれこれ2週間、普段でも2人の機嫌を取るのに大変なのに声が出ないから説明することも褒めることもできず、保育園も行けないから特に上の子は1日中機嫌が悪い、日々めまいと戦いながら長い1日を過ごしてる、いつになったら声は戻るのか、風邪は治るのか、平常運転の生活に戻るのか、子供の風邪は覚悟してたけど自分がこんなことになるとは、こんなことなら職場に恨まれても育休延長すればよかった、もうしんどいな体調不良な、うん、はい、次の方、当時子供が3人、7歳5歳2歳、私と子供たちで公園に行った時のこと、2歳児男子すぐに棒とか持つし高いとこ登るし目が離せないから近くにいた、姉たちは遊具で遊んでた、そんな時落ちたと知らないママさんの声がして振り返ると、次女が高さ2メートルぐらいの雲梯から落ちてうつ伏せの状態だった、抱き寄せると腕がブラーンってしてて確信した、はあこれは折れてる、この時点で無理ってなったけどやるっきゃない、長女を呼んで嫌がる2歳児を引きずって車に戻してもらって、私は痛がる娘を抱えて車へ、祝日だったから救急に電話、旦那にも連絡してすぐに病院に行って診察手術入院決定、いや大変だった、
うちの場合大変な時に限って大抵旦那はいないのですそうやんな、これは大変やったよね、パニックやね。でもね、こういう時にママってね、本当に本領発揮するっていうか、ものすごいテキパキ動くんよ。もう無理でもやるっきゃない、ほんまこれね。私がいつも言うママは強しってこれなんよね。普段はもう無理、ちっちゃいことで無理無理無理イエーイ言ってるんですよ。でもこういうほんまにやらなあかんっていうようなことが起きた時って、ママってものすごい力発揮するんですよ。この力はね、みんな持ってるの。でも普段はこういうことってなかなか起きないからね、その強さって表に出さなくていいのよ。だからいざっていう時のために中にしまってあるのね。でもこの出さなあかんってなった時は、このママさんがやるっきゃないって言ったように出てくるから、みんなその強さ持ってるから、今気づいてないだけだから。私そんなんないです、あるの、大丈夫だから、そこは安心してほしいなと思うね。はい、次の人ね。フルタイム勤務と夜中の副業の作業をしながらの夜泣き対応は、まあまあ気力体力を消耗します。週明けから明け方まで5、6回の対応が3日続いた時は、ウェブ会議中に寝落ちしました。そうやんね、これね、ね、もうこんな仕事も復帰するって言ったのはあなたじゃないとかって言われたりするんですけどね。だけど今もこの物価高だったり、この世の中でね、いろいろ大変な中でフルで働かなあかんままだっていっぱいいるわけでね。もうそういう中で仕事と副業も夜中にして、そうしながらこの子供のちっちゃい赤ちゃんの対応をしながら毎日過ごしてるママたち、ほんまにない。人間であればね、食べないのとね、寝ないのはマジでやられるからね。はい、よくやってるなと思う。ウェブ会議中に寝たそうやんな、無理ってなるよね。うん、本当やね。じゃあ次いきますね。私は次男が補聴器、片耳だけだけど補聴器の装用を始めた頃がすごくしんどかった。うん、つけては取り、取られてはつけのいたちごっこだった時、家事特に料理をしながらその対応してた時に、もう無理ってなったな。まだ絶賛何でも口に入れる時期だったし、補聴器は精密機械だし、レンタルの補聴器だったし、で口に入れられたら故障するって思って、家事で目を離すことが多くなる時間は気が気じゃなくて、片時も目が離せなくて本当にしんどかった。慣れればそういうこともしなくなるとは聞いてたものの、この時期が永遠に続くんじゃないかって絶望してた時期があった。なんとかそこを乗り越えた今、次男はしっかり補聴器で今は両耳装用できるようになって成長したなって感じてるよ。ね、こうやってね、何か体に障害を抱えていて、その対応っていうところでも、これは他のママさんが知らない、知り得ないようなところで、もう無理ってなることがね、障害児のママたちもたくさんあるんだよね。こんなこともね、こういうなんか動画を通して、こうやって、あ、こんなこともあるんだなっていうのを知る機会がなければ、みんなの耳には入らないことばっかりかなと思うので、こういうパターンもあるんだよっていうことを知ってもらえたの、すごい嬉しいなと思いますね。よく頑張ってきたね、今までね。はい。次の方いきます。産後1ヶ月、里帰りした時に自宅に戻ってきた頃が一番きつかった。旦那が夜勤明けで寝てる時も、そんなこと無関係な息子はギャン泣き。旦那からは、寝れないんだけど、と切れ気味に言われて、私も寝不足でボロボロのメンタルの中、慣れない育児をしてるのにどうすればいいか分からなくなって悲しかったな。寝れないって言われちゃうと静かにしなきゃって意識しちゃって、散歩に出る時も玄関を閉める音がしないようにそーっと閉めたりして、すごい疲れた。家にいるのは無理と思って外に出れば、外出先でまだ1ヶ月なのによく連れて歩けるねって言われて傷ついたこともあったけど、優しく接してくれる人が多かったかな。ドラッグストアのおばちゃんに愚痴ったり、子育て支援センターの先生が話聞いてくれたり、周りに助けられてメンタル保てたから本当に感謝だな。ね、そうだね。うん。はい、次の方。保育園への行きしぶりが今一番しんどいな。仕事行く前にぐずられると急いでるし、どうしようって焦ってたのを思い出します。子育てしながら働きながら、日本は正直ハードル高すぎるよなって思っています。はい、ということで、これも喋ってたらもう15分超えちゃったね。まだまだ続くので、これどう、面白い、面白いよね。これちょっと面白いんで、聞いてても私もあーって共感できることばっかりで、これ後半戦いきたいと思います。ということで、この子育てして無理って思ったことの後編、このままいきたいと思います。後編も見てね。はい、12人産んだ助産師さこの子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。続いて後編です。
マシュマロポメロはあなたと、そしてあなたの大切な人の健やかな笑顔、そして豊かな人生の追い風となること、一途な思いを込めて作りました。私がこだわってこだわって作った商品の購入は概要欄またはこちらのリンクからどうぞ。